はい、おはようございます、ラスカルでございます。ということで本日はですね、荒川区といえばのデカ盛りの聖地、名店光栄軒さんにお邪魔しております。こちらのお店はですね、大盛りで注文しますと相当どの量も多くなるというお店なんですけれども、今回はですね、この光栄軒さんといえばの名物となりますチャーハンの、この大盛り、それにカツカレーと麻婆と合わせて注文させていただいております。いろいろとね、食べながら説明するとして早速もうできておりますので、いただきたいと思います。やっぱチャーハンかな、チャーハンからいきましょう。これがめちゃくちゃうまいんですよ。早速いただきます。あ、うまっ、やばい、最高にうまい。この光栄軒さんは僕もね、数年前にマックスさんと一緒に同じこの席でね、横並びで食べた覚えがあったんですけど、それ以来の来店ということで、久々なんだけど、やっぱこのチャーハンうまいわ。これはたまんないのよ、うん、これね、ちょっと味付け濃いめでパラパラでもしっとりしてて、具材がだいぶ大きいのチャーシューと卵とシンプルなんだけど、これがうまい。うめえ。もうね、ちょっとわかるかな、お皿から漏れるぐらい漏れがすごくてね。でも通常のチャーハンが700円で、大盛りにしても250円増しなんで、このチャーハン950円ですよ。やばくないですか。そしたら一旦出来てのこちらカツカレーもいっちゃいましょうか。カレーね、最高だよね。うん、めちゃくちゃうまい。この家カレーのような優しさでもね、やっぱりお店の味なんで、旨味も効いてるし、最高に、一瞬でなくなっちゃうなこれ。またカツもうまいわ。衣もしっかり揚がってるんで、ルーに使っててもサクサク感残ってる。おいしい。ちょっと一旦ここで、卓上に唐辛子あるから、これ振って辛味をさ足しましょうか。うん、いい、すごくいい。うん、うまい。ダメだ、カレー食べるってか止まんないや。今回こちらの光栄軒さん2回目の来店ですけど、カレー初体験、個人的にめちゃくちゃ好みです。うまい、ほんとバランスよく食べるべきなんだけど、とりあえず一旦カレーだけ食べきっちゃいましょう。ということで、ただいまですね、こちらカツカレー完食させていただきましたので、チャーハンと麻婆豆腐、一回チャーハン戻る前に麻婆行ってみようか。豆腐もね、だいぶ大判でめちゃくちゃうまそう。あ、うま、優しい。うま、甘みがね、すごい強めですけど、でもやっぱり後味にしっかりと辛みがあるんで、うまー、どんどん進んじゃうこれ。今回チャーハンも頼んであったんで、麻婆豆腐頼んで大正解。このセットやばい。でもや
構人気店ですね、こちらのお店。ネットでも東京23区デカ盛りって調べていただけると、まあ大体どこにも上位でこの小池さん出てくるんですよ。それぐらいこのデカ盛り界隈でも有名なんですけども、そもそもがお店すごい人気なので、今日もねオープン20分前に来たら外待ちが4名様ほど、平日のね今日雨なんだけどいらっしゃって、やっぱりねしっかりと人気のあるデカ盛り店さんの料理はどれ食べても絶品よね。そしたら一旦ちょっとこの辺りで麻婆豆腐をチャーハンに合わせて麻婆チャーハンにしてみますかこの組み合わせは絶対にうまいじゃない。うわ、いただきます。あ、好き、すげえ好き。こんだけ食べてるのにこのピリッとした辛みでまたちょっと食欲が増してきたわ。これマジで麻婆チャーハンめちゃくちゃありです。うまー、贅沢でございますねこの食べ方。ちょっとあともう一品ぐらい味わいたいな。すいません、オムライスも追加していいですか？すいません、ちょっと今追加でオムライス注文しました。正直大盛りで頼むべきなんだろうけど、さすがにねお米大盛り系をいっぱい食べてるのでちょっとだけ日和りましたまちょっと並盛りもどれぐらいの規模なのか映像に残しておきましょう。したオムライスが到着するまでにチャーハンを食べきりたいんだけれども、ここのお店さんの本当に料理の提供速度とんでもなく早いんで、ちょっと急ぎましょう。あ、すいません、ありがとうございます。あ、でっこい頑張ったけどやっぱり提供が早すぎて完食が間に合わなかった。ざっと食べて出来たてのオムライス食べましょう。そしたらオムライス行こうと思うんですけど、やばいねこのオムライス。並盛りですけどちょっとした枕サイズ。僕顔でかいんでねあれなんですけど、普通の方だったら顔よりもでかいね。すごい、もうお皿からオムライスがはみ出てるまっ、やっぱりトロトロのオムライスも美味しいけど薄焼き系のオムライスが好き。もうシンプルにケチャップ味付け最高。ただねご飯物を頼むとこのスープと箸休めのねおしんこかなもうついてきてまして、オムライス800円なんですよ。ここだけでもう1000円超えのサイズ感来てるのに付け合わせがあるのはものすごく安すぎるし心がね温まる。これ追加マジで大盛りじゃなくてよかった。多分大盛りにしてたら激チン仕掛けてた。これ伝わるかな、お米の密度。みちっとチキンライス詰まっておりますよ。やっぱりお米の密度もすごいから見た目以上に満腹感くるよけど正直なところ大食いの撮影をするのはまるまる1週間ぶりでして、久々に腹パンパン。今気づいたけどこのお肉チキンじゃないな、ポークだ、チャーシューだ。そりゃ余計に食べ応えあるわ。
はい、ということで本日はですね、こちら公営軒さんで大盛りメニューや、まあ、その他ね、追加もいただきましたけれども、めちゃくちゃ量多いのにとんでもなくうまいです。今ちょうどまた満席になりましたので、急いでエンディングを取ろうと思いますけれども、やっぱりね、皆さんがこうこぞって食べに来る理由がわかるほどですね、今回3品いただいて、前回もまた別のメニューも食べてますけれども、どれ食べても最高に美味しいです。かつ値段も量と味に対して安すぎますので、お得にですね、お腹いっぱい美味しい料理が食べられる、本当にこの荒川区の名店ですので、今回の動画を見てですね、食べたいよと思ってくださった方は、ぜひこの公営軒さんで美味しいデカ盛り目当ての料理食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。